ロムジー近辺のアンドオーバー運河、以降アンドオーバー運河は、イングランド、ハンプシャーに建設された運河である。アンドオーバーから、ストックブリッジや、ロムジーを通り、レッドブリッジまでの全長22マイルを結んでいた。高低差は179フィートで、途中24カ所のカナルロックがあり、経路の大部分は、アントン川とテスト川と並走していた。運河建設のための最初の測量は、 1770年にロバート・ホイットワースによって実施されたが、この試みは失敗に終わった。1789年にホイットワースは再び測量を実施し、同年7月13日、建設のための法令が得られた。1794年に4万8000ポンドを費やして運河は完成し、うち3万5000ポンドは出資金から1万3000ポンドは 借入金から賄われた。運河の主な積み荷は、サウサンプトンウォーターからの上りは、石炭、スレート、小屋子で、下りは農作物であったが、しばしばキロの積み荷が見つからず、空荷でサウサンプトンウォーターへ下った。運河は1859年に閉鎖、売却されるまでに出資者への配当金を支払うのに、十分な成功を収めることができず、運河を、 アンドオーバーレッドブリッジレールウェイに売却した収入をもって配当金に充てられた。1827年の時点で運河は8年分の利息支払いを滞納していたが、1851年において1年分までに滞納額を改善していた。運河の大部分は1865年に開通した鉄道へと転用され、この路線も1967年までに大部分が 廃止されている。結果として、運河の痕跡は大部分が完全に失われて、しまったが、ティムズベリーとロムジー間では、運河の移行をまだ見ることができる。ありがとうございます。